この番組は APN プレミアコンサルティングパートナーであるサーバーワークスの社員宮沢を中心にサーバーワークスの最近のお知らせやニュース、エンジニアブログからピックアップした内容をコメント解説付きでご紹介します。クラウドで世界をもっと働きやすくをビジョンに掲げるサーバーワークスの今をまったりと社内ラジオ感覚でお届けします。はい、皆さんこんにちは、サーバーワークス宮沢です。今週もサーバーワークス FM やっていきたいと思います。はい、まずいつも通りお知らせから見ていきたいと思います。はい、お知らせなんですけれども、前回から一つ追加があるのでこちらをご紹介させていただきます。ノイ&コンピューティング株式会社様の AWS 請求代行サービスの導入事例になります。こちらのお客様が弊社のですね、請求代行のサービスを導入した事例になりますので、詳細はこちらのページのリンクですねありますので、そちらからご覧ください。はい、続いてイベントウェビナーのご紹介というかお知らせになりますが、この動画が3月の13日に公開されております。で、今週ですね結構盛りだくさんですので、ぜひチェックいただきたいなと思っています。はい、水木金と連続してございます。3月15日に AWS オーガナイゼーションズ応用設計と運用のベストプラクティス、こちらの応用編ですねのウェビナーがございます。まずこれ1つ目で、翌日ですね16日木曜日にクラウドオートメーターのオンラインセミナーなんですけれども、こちらはですね最新のアップデート情報についてのものになっておりますので、今までやっている中級編とは別のものになっています。で、最後になりますが17日になりますが、スキルアップトレーニングというところで、これ弊社の請求代行ご契約いただいているお客様は無料で受けられるものになっていますが、こちら試験対策編ソリューションアーキテクトとプラクティショナーですねの講座がありますので、こちらもぜひご参加いただければなと思っております。はい、続いてちょっと連続して GGEN の方のイベントセミナーのご紹介です。こちらも16日に毎月やっております Google クラウドハンズオンをさせていただきます。で、ちょっと先の月末になってしまいますが、九州初創業70年の老舗企業の挑戦、組織改革とクラウドの徹底活用術、こちらのセミナー、お客様来ていただいてのセミナーになりますが、こちら3月30日まだ先ですので、ぜひ皆さん予定を押さえていただければと思いますが、こちらウェビナーさせていただきますので、ぜひご参加いただければと思っております。ごめんなさい、もう一つありましたね。この動画が出ている翌日14日になりますが、こちら100社以上支援した GGEN の事例から学ぶ Google クラウド活用術のこちらのウェビナーもありますので、この3つですねチェックいただければと思っております。はい、続いてエンジニアブログになりますが、こちらも更新しております。ぜひチェックいただければと思います。ちょっと私もですね、今まで実はあんま書いてなかったんですけど、ちょっとブログ書いたりなんかもちょっとしてみました。とは言いつつ、まあ今日取り上げるのはちょっと私の記事じゃなくてですね、二つ目に書いてあるこちらの記事ですね。テクニカルサポートから回答をよく早くするコツといったところになっています。まあ弊社はですね、サポートを担当してくれている部署がテクニカルサポート課という部署になりますが、こちらの佐藤さんが記載していただいているブログになるんですけれども、まあこれサーバーワークスのっていういわゆるこう一般的なテクニカルサポートというか、サポートを使う上でのまあコツっていう風になんか捉えていただいてもまあいいのかなと思っています。まあ、実際どういうことをしてくれているのかっていうのはまあ書かれているんですけれども、まあ、そんな中でですね、まあ、我々 AWS さんと連携したりとかもしてるんですけれども、まあ、こうスムーズに物事を解決するためにはどういったことをいただけるといいのかっていうのを書いてありますので、ぜひここの情報とかを初動の段階でいただけると、我々としても早く状況解決の提案だったりとか、あるいは必要に応じてこうAWS と連携する際に必要な情報とかをそごなく連携できますので、ぜひこちら見ていただけるといいのかなと思います。まあ、今回なんか AWS っていうふうに言ってますけれども、まあ、他のいわゆる一般的なサポートとかでもまあ大事なことかなと思いますので、ぜひメーターをしていただければと思っています。はい、続いて GGEN の方のブログになりますが、こちらもぜひ更新しておりますので、ぜひ見ていただければと思います。で、こちらも一つ取り上げますが、クラウド移行のメリットデメリットは移行の手順や判断基準も解説といったところになっていますが、高松さんが書いてくれた記事になりますが、そもそも移行する上でどういったところをこう見なきゃいけないのかみたいな最善の選択肢とかいったものも書いてくれています。まあ、今回は Google クラウドに特化してるというよりは、まあクラウドっていう観点で書いていますので、単純にこれまあ今回まあ GGEN の記事ではもちろん Google クラウドなんですけれども、まあ、Google クラウド以外にもまあ AWS だったりとかそういったものを使うときにどういったところがメリットであったりとかデメリットだったりとかっていうのが、もちろんそういいところと悪いところが必ずあるので、そういったところの勘どころみたいなのがまとまってるので、ぜひ見ていただければと思っております。はい、最後にサバ枠なんですけれども、こちらのどんどん追加で更新されていますので、ぜひチェックいただければと思っております。はい、といったところでいつものコーナー行きたいと思います。嬉しい楽しい USB-C。
はい、というところで最近ちょっと CIO さんの製品ばっか取り上げちゃうんですけれど、まあ、ちょっと気になっていて結構ブログ見たりとか、ブログでは動画もたまに見させていただいたりとか、製品のこのカタログとかをよく見させていただいているんですけれども、最近ちょっとモバイルバッテリー買ったっていうのもあって、まあ、ちょっと見てたらあれって思ったんですよね。私スマートコビーデュオっていうこの1個下のやつを買ってるんですけど、まあ1個上のものがあるなって、まあ、見ていて、まあどうせ容量でっかいだけかなって思ったんですよね。まあ2万ミリアンペアだしって思ったら、これよーく見てください。合計3ポートの最大 65W 入出力、合計 95W 出力なんですよ。これどういうことかっていうと、パソコン充電できるんですね、これ。そう、なかなかこの手のモバイルバッテリーでパソコンを充電できるものって意外と少なくてですね、まあ数もないので、これもちょっといいなと思いましたね。単ポートで 65W 出るので MacBook Pro だったりとか、まあ、Windows のパソコンも安心して給電することができるというような形になっています。で、合計最大 95W の出力ができるっていうことは、例えば2ポートを利用した場合は 30W と 60W でトータル 95W までいけるので、まあ、この使い方もないと思うんですけど、 MacBook Air と MacBook Pro とか、例えばですけど Windows の PC とタブレットとかっていうふうに急速充電することができるっていうのが良さそうですね。で、入力が 65W で対応しているので、 65W の PD とかの充電器使えば本当1時間半ぐらいで充電できるっていう感じですね。で、まあこれはあのコビーのデュオと同じで、こんな感じの LED のデザインになっています。はい。で、パススルーの給電があるので、まあ、充電しながらも使えますよっていうのがあります。で、これはデュオと同じ仕様かなと思ってます。で、色が黒と白があるというような形ですね。これ右側にボタンみたいなのついてるんです。もしかしてこれを押したら LED が映るんだとしたらすごい嬉しいですね。はい、という感じですね。なんで、そう、まさに MacBook や Windows など大きい電力を使うデバイスも、かつ容量はでっかいので安心して使えますよというような形になっています。で、ポートの写真が欲しいんですけど、 CCA ですね、のポートになっていて、ここに書いてありますね。これ3ポート使った場合でも C のポート1つ必ず 65W になるっていう、要は 30W のところは 18、12 とかになるっていう感じですね。なので、なんか1個使っちゃったら電力が下がるってことはないのかなというふうに感じますので、まあここは安心して使えるのかなというふうに思いますね。はい、というところで、まあ在宅というかハイブリッドワークで出先でやるけど電源がないところって、まあ場合によってはあるんですよね。あと移動中だったりとか、そういった時にこういう大きめのバッテリー持ってると、パソコンもスマートフォンも、まあ、タブレットとかもそうなんですけれども、安心してかつ大容量で使うことができるっていうのは、これかなり良さそうだなと思いました。特にノマドワーカーっていうのがなんかもう死語かもしれないんですけれども、まあ、そういった方とかにはこう移動中とか、それこそいろんなカフェ点々としてる中でコンセントがない席に当たっちゃった時とかにこれがあると、なんか安心なのかなっていう気がしました。はい、なのでちょっとこれもなんか気になるというか、パソコン充電できる系のねモバイルバッテリーってなかなかないので、ちょっとなんかまた他でも見つけたらご紹介したいなと思いますが、まあ、今回はこの CIO さんのものを紹介してみました。ちょっと最近私も CIO のデバイス気になっているので、なんか皆さんもこれ気になるよっていうのがあればぜひコメントいただけると嬉しいかなと思います。はい、というわけで今日の USB-C のコーナーは以上にしたいと思います。はい、といったところでいかがだったでしょうか。今週もサーバーアクセス FM をお送りしてきました。皆さんからこんな話聞いてみたいとかっていうこともいただきたいので、ぜひコメント書いていただけると嬉しいです。合わせてチャンネル登録と高評価してない方、ぜひ高評価いただけると我々スタッフ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今週のサーバーアクセス FM は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。